はあ、い、こんにちは。はい、お願いします。あ、どうも、カバさん、はじめまして。はい。私、と申します。はい。よろしくお願いします。今日は、うちの奥さんがどうしても参加したいということで、参加させていただきました。はい。今日、ありがとうございまどうす。だった。そうですね。僕自身のお話で申し訳恐縮ですが、僕は昭和60年に創価学会に入信しまして、5年ぐらい活動しましたかね。で、地区リーダーっていうのがなって、それから、高校生を見る高等部の本部長っていうのも歴任というか、兼任してやらせていただいてましたが、5年ぐらいして、一応、師匠筋の先輩がいて、ちらちらっとこの創価学会、危ういぞという噂は聞いてたので、途中から、辞めるというよりは、途中からもう組織も参加しなくなって、仕事が忙しくなって、もう要は出張する仕事ばっかりしてたので、もうほとんど活動、しない状況で、逆に言うと、それでずいぶん活動してたもんだから、逆に、芸能部の人間が家まで来て、プロのミュージシャンかなんかね、ちょっと有名な人がね、五十嵐弘明っていうね、ピガサスの翼歌ってたっていう、そういう人間が引き戻しに来たりとかも、するぐらいはやってたんですが、仕事が忙しいっていうのと、もともとがなんかその組織活動っていうこと自体がちょっと嫌で、私は研修会のことはね、知らないので申し訳ないんですが、それで、逆に言うと、例えば、やれ新聞啓蒙だ、F 取りだ、なんかこう、本来の仏教とは違う活動のやり方っていうのも、ちょっと疑問な思うところもあったんですけれども、そんな困難してて、創価学会もやばくなるぞっていうね、のもちょっと知ってはいたので、そのまま活動もしない、未活動のまんま、その後20年過ぎました。その時、結局、創価学会と宗門は喧嘩をしたんではなくて、創価学のやり方がまずいから宗門から破門をされたんであって、喧嘩は一切してないと思います。で、その破門されるってことはどういうことかっていうと、先ほどなんか長くは聞いてませんでしたけども、いわゆる、弘安2年の、醍醐本土様、と縁が切れるということですよね。で、先ほどね、高橋さんとかが一応、血脈というお話もされてましたけれども、破門されるという段階で、血脈が切れるっていうことが、実際に目には見えないんですけど、あるっていうのを私は、その未活動の20年で体験しました。逆に言うと、すごくもったいない20年で。で、私は60年、昭和60年入信ですから、当時、芸家は日顕芸家でした。なので、日顕芸家のご本尊様をご加護いただいて、そのまま創価学会本尊変えろなんていう問題もありましたけども、変えないでずっと保っておりました。今も変わらずに日顕芸家のご本尊様が、もう、要は入信してからもう38年になりますが、もう60近いので、で、何をお伝えしたいかというと、その未活の20年、そして平成3年に完全に、確か平成3年ですね、宗門が、一般信徒も含めて、要は少数の信徒としては認めませんあ、平と成いう9か、年、平成9年だね。ごめんなさい、9年ですね、9年の、私も記憶があまり、ですが、その要は血脈が切れたその年から、現場仕事してたんですけど、ボーリングって言って、地質調査したり、温泉掘ったりやってたんですけども、怪我の連続で、で、いわゆる人として生まれてくるのはね、ご逆罪、要は、ご逆罪をしなかったから人間としてね、生まれてくるっていうね、仏教の仏典もありますけれども、それによって、良い行いをした人だから、生まれながらにして、人として生まれる、で、来れるね、福を持った人は25の善人が、要は、帝釈天でしたか、の命によってね、守られるっていう。で、例えば、ね、
手指だとか爪だとかも守ってくれる神もいるというような中で、そういったいわゆる前陣のケチメキが切れるってことは、要は書店の籠も切れるということで、それを私は身の上で20年の間に体験しました。まず、いろんなことがありましたけど、例えばこの指です。第一関節合わせてみます。見えますか？この右手の指短いですよね。あ、短い。現場で指飛ばしました、うん、爪の根元から。でもこれ吐いたのでなんとかあれですけれども、うん、そういう怪我から始まり、それから指ついてますけれども、現場で2トン半の滑車に巻き込まれて、ともするともうじゃんけんでグーしかできない人間だったかもしれないんですが、なんとか指が残ったんですけど、そういう大事故ばっかり起こして、それから、ね、もうボーリング業もやばいなっていうことで、今度、まあ、運送するような、ね、あの、4トントラックで配送するような仕事もしたんですけど、というね、真冬の猛吹雪の中に追突されまして、それが、うん、追突されたにもかかわらず、結局、あの、ね、私の方が分が悪いということになってしまって、で、うん、相手は大型車のキャビン600万の損ね、あの、なんか保険費かかるとかっていうような、もうやることなすことすべて、もうなんでこんなに悪いことばっかり続くんだろう。なんでこんな怪我ばっかり続くんだろう。まあ、現場で命を落とさなかっただけいいかなというのを何回か死に目にもあったんですけれども、たまたま助かったっていうようなだけで、その破門されたその年からそういう過去が一切なくなるというものを自分の身に体験します。そしてその豊田さんがあのね、いろいろこうね、そうね、 YouTube もそうですけど、創価学会のとかね、検証会、要は例えばあの納乱するんだとか、例えば引きこもりだとかっていっぱいありますけど、その中でも僕は逆に言うと凶暴性の人間で、もともと白髪なのかもしれませんが、もう暴れまくって、で逆に言うと今生きてるのが不思議なぐらいで、はい、もう現場行っちゃもういつもこうね、こうライトつくような白と黒の車が現場に来たりとか、いろいろそういう、暴れん坊将軍だったんで、もう、ね、かなり迷惑かけました。たまたま家に帰ってきてね、あのするともうお酒もどうしても暴れ癖というか、もう手段ですよね、完全なる。もう家帰ってきてね、もう夜中帰ってきてこうね、あの寝たなかったの、壁を背にして寝たなと思ったら、こうね、こうぐーっとその形に血のりが壁にべっとりついつくような人間だったので、なんかそういう凶暴な性格もあったんですけれども、それがこれまずいなと、まずいな、まずいな、まずいな、20年、なんでこうなんだろう、ね、ご本尊様は間違いないんですよ、一見上人のご本尊様、いわゆる、ね、日蓮召集のご本尊様で、偽本尊でも何でもないんです、創価学会って、うん。でもなんで守られない、そこはやっぱり、血脈が切れると、書店の家具はないんですよ、うん。なので、もったいないですよ、ご自戒受けて。それを寛解を受けて、せっかくご自愛受けたのに、長州の、いわゆる大御本尊様との血脈が切れると、書店の加護もないんですよ。そして性格も、まあ落ち込むときはひどい落ち込みようだし、暴れるときはひどい暴れようだし、それこそあの、ね、近所の人もそうですけれども、ね、今あの、うちの奥さんの親のね、このアパートに住んでますが、その、親が警察を呼ぼうとするぐらい暴れてたのでそういう性格が、はい、でもう悩みに悩み抜いてね、それこそなんかこう日蓮召集で創価学会もなんかあれだし、日蓮召集ってなんか分かってる、どっかでは分かってるはずなのに、どこが正しいのか迷った時期もありまして、それでちょっと昇進会にもね、ちょっと引っかかってみたりなんかもうした時期もあったんですけど、うん、そこでね、ここに今日主催してくださって豊田さんです。豊田さんは命の恩人です。いやいやいや、私の尺の親です。いやいや、ありがとうございます。豊田さんの YouTube なかったらもう今頃命ないかもしれないです。それを見て、いや
私もちょっと躊躇しました。一月二月ぐらいは電話しようかなって、こう、その、が押せなくて。でも、意を決して、トリトさんに連絡して、長州に戻ることで、できました。はい。戻って、10年経ちました。今までにね、まあ、良くなったこともたくさんあるんですけど、悩みはあります。でも、逆に言うと、悩みがあるからこそ、祈れます。信じ続けていけます。悩みのない人なんていないと思います。それこそ、亡くなった時はもう、いい顔してあのように、ね、行けちゃえばいいんですけど。あと、それこそ、その時に悩んでた時思ったのは、もう仕事も転々として、介護職にも就いたんですよ。その時に、看取りもかなりしたし、で、ゆくゆくね、よくわかるけど、その地獄の層とか、地獄の層に、ね、いくつ、十、まあ、ね、十五とか、だから、畜生二号とかなんかありますよね。もう全くその層の通りに死ぬ人を何も見たので、うん、あ、で、この人見ると、あ、畜生の層だなとか、うん、ガキ界の層だな、そういうの、こうね、こう、だったりのが、もうなんかこう、あーって、俺、このまま行ったらいいとこ行けないなっていうのもありましたし、本当に豊田さんに会えてよかったと思います。いや、なので、本当に、すべて、そういう船は見えないんですけれども、どっかでね、感じます。そして、その、やっぱり、正しいご本尊様だと、六個の症状ってわかると思うんですが、いろんなことが症状になってきて、目もそうだし、耳もそうだし、感覚もそうですけど、なんとなく最近ありがたいなと思ったのは、なんとなくですけれども、今、もう全く福祉の仕事なんですけれども、ちょっと役所関係に近い仕事もしてまして、それで結構車で外に出ること多いんですけども、なんとなくこう、すれ違うのにね、要は警察のちょっとした大きな車が、ね、こう、通りすがった時に、なんとなく、あ、もしかして今日はスピード違反でもしてるのかなって、ふっとこう、まあ見えてきたというか思った。それが、まあお客さんというか顧客のところに行って帰りに、あ、なんかいたからスピード出さないでおこうって、ずーってゆっくり行ったら、やっぱりスピード違反やってたんですよ。なんか、これが、まあそれがね、イコール六個の症状とは言えないのかもしれないですけど、そういうふうに何かこう、見えてくるとか感じられるとかっていう、やっぱこう命が綺麗になってくると、な、そういうなんかね、徳を得られるのかなっていうところもあります。ぜひともお戻りください。以上です。いや、ありがとうございます。あ、素晴らしいね。本当ありがとうございます。奥さんはなんか言いたいことあるんじゃないの？